in a revolving door. Yo Leute, willkommen zu einem neuen Part Sword Art Online Holo Realization. Ja, jetzt erfahren wir, was alles jetzt beim Essen passieren wird. Weiter geht's. うまい。本当？このゲームに来てから料理スキルを上げ直し中だから、スタンダードなサンドイッチしかないけど。いやいや、ここはさ。もう食べながら喋らないの？でも気に入ってもらえてよかった。プレミアちゃんはどう？お口に合うかな？ おいしいです。よかった。どんどん食べていいからね。はい、どんどん食べます。 私の欲望が満たされていきます。喜んでくれてるみたいだからよかったのかしら。プレミアにとっては初めての食事だったのかもな。それにしてもご飯はうまいし、空はスカッと晴れてて最高だな。今度ゆいちゃんを連れてピクニックしようか。いいな、賛成だよ。ゆいは俺に似て ピクニックが大好きだからな。ピクニック？あ、もしかしてピクニック知らない？こうやって天気のいい日に外に出て草原なんかでお弁当を食べたりするんだよ。それがピクニック。 みんなでちゃんとしたピクニックをしようよ。もちろんプレミアちゃんも一緒にね。はい、私も一緒です。 ごちそうさま。私も食事を終了しました。とてもふわふわでした。 お腹もふわふわになりました。お粗末様でした。なあ、二人とも、ついでだから、ちょっと寄り道でもしていかないか。寄り道？プレミアも、たまにはいつもと違う道を歩いてみたいかなって思ってさ。他の人と出かけるときは、そんなことはしなかったか？ 皆さんは真っ先に目的地を目指していましたので。だったらこれがプレミアにとって初体験ってことになるな。寄り道っていうのはいろんな発見があって面白いんだぜ。絶好の昼寝の場所を見つけたり、思いがけないレアアイテムを見つけたりするからでしょ。そうそう。って、何か毒を含んでないか？ わかりました。寄り道しましょう。よし、決まり。あちこち見て回ろう。ああ、綺麗な景色。ほら、プレミアちゃん、あそこ見てみて。太陽の光が水面に反射して光っています。それは綺麗って言うんだよ。 なるほど。太陽の光が水面に反射して光っています。気に入ってくれたみたいだね。
2人ともしかしここに目をつけるとはなかなか悪くないぞ、プレミア。まったく、なんで嬉しそうかな。変なとこにないといいんだけど。変って失礼なこと言うなよ。これはプレミアの社会科見学なんだから。はいはい。よし、それ じゃあ、 あの洞窟を探索だ。 2人とも、ここを滑るから気をつけてな。わかります。プレミアちゃん、大丈夫？もろにケツ、じゃなくて尻から落ちたな。ほら、捕まって。足が滑りました。気をつけて歩かないとは。洞窟って、こうして湿ったところも多いから。気をつけます。 こっちの方は平らで湿ってないよ。なるほど。こっちなら安全です。でも本当、この洞窟って何にもない。えー、なんで転んだの？その辺りは転ぶ要素ゼロだろ。足を滑らせる罠があったようです。 まあ、そういうことにしておこう。もう転ばないように気をつけてな。<笑>と言っても、そこを曲がったら行き止まりで、光だけっていう食材アイテムがあるだけだけど。じゃあ、この洞窟の探索はここでゴールだね。って、あれ？まだ先に続いているみたいだけど。あ、そんなはず。 本当だ。道ができてる。場所を間違えてるとかじゃなくて？いや、間違えてないよ。さっきの滑る足場だってしっかり覚えてる。なんでマップが変わっているんだ？ねえ、見て。壁がスライドして、この通路が見えるようになったみたい。何かしらの条件が満たされて、隠し通路が開いたとか、そういうこと？ 何かの条件って。もしかしてプレミアがこけた時に何かスイッチを押したとか。もうあんまりいじめないの。いや、割と本気だったんだけど、それは考えすぎだったか。先に進めばわかるかもしれない。行ってみよう。 Wenn die die ganze Zeit labern, trinke ich irgendwas, weil es ist mega warm. Und irgendwie nach einer halben Stunde Aufnahmezeit, also insgesamt am PC und so, alles ist zu, damit es ja ruhig ist, es ist halt echt hart schon. So, sieht so aus, dass wir nicht weiterkommen, solange wir das Ding nicht besiegen. Premier, du bleibst hier hinten, wo es sicher ist. Ein Gefühl hat sich meine Stimme geändert. Gehen wir, Asna. Ja. So, ich habe jetzt ein Schild. Ah, verdammt.
Hallo, ich habe parieren gedrückt. Und down ist das Ding. Achso, ich dachte, jetzt können wir Gespräch. Das war vielleicht ein sturer Gegner. Er wollte einfach nicht zu Boden gehen. Nun, willst du weitermachen? Oh. プレミア、どうした?見て!石が光ってる!これは…プレミアちゃんに反応しているの?わからない。石を渡してみよう。 本当のプレミアのクエストなんだ。こんな何もない洞窟にプレミアちゃんのクエストがあったなんて。目的なく歩き回ってこの洞窟にヒントなく入るなんて誰もたどり着けたもんじゃないぞ。そうだね。君の優しさがあったから見つけられたんだよ。そんなことないよ。 アスナもプレミアのクエストをやることにオッケーしてくれたからさ。ううん、君のおかげだよ。いや、アスナさん。ううん、キリト君。アスナ。キリト君。すみません、お忙しいですか? ごめん、何かな? これ、私が預かっていいのでしょうか? ああ、多分君にゆかりのあるものだから持ってていいと思うよ。わかりました。持ってます。やっぱりクエストのキーアイテムっぽいね。ねえ、このクエストって今の石を取って終わりじゃないよね? そうだな。これで終わりじゃなく、 むしろ、これから始まるんだ。 プレミアの本当のクエスト? ああ、状況からして間違いないだろうな。 洞窟の隠し部屋と光る石ね。 今までのイチコロをもらうものとは 全然違う内容ですね。 この情報って他では聞いたことないわよね。 でもそうなると今までのクエストって何だったんだろう? それはユイが調べてくれたよ。 はい、今までプレミアさんに発生していたクエストはダミークエストです。 クエストが発生する NPC はクエストデータに参照するための番号を所持しています。ですがプレミアさんは設定が全て初期状態、ヌルで埋められていました。ヌルはスーツとして置き換えられるとゼロとして扱われます。そのためずっと0番のクエストを呼び続けていたんです。
その0番のクエストっていうのが1コロをもらうというクエストだったんだよ。あのクエストの内容から制作者が仮で作成したクエストだろうと推測されます。ゲームを作るときって細部を詰める前にひとまず仮データを入れておくことがよくあるんだよ。それでダミークエストですか。なるほど。ですがプレミアさんが本来のクエストポイントに行ったことで参照番号が上書きされたんです。簡単に言うと脱線していたクエストが本筋に戻ったということですね。すっごい偶然だよね。何のヒントもないのに本来のクエストの場所を見つけるなんて。腹ペコの人がお弁当を食べたいって言い出したことでクエスト発見につながったっていうのがあれだけど。まあ結果オーライ。それでプレミアちゃんの本当のクエストってどんなものなの？それはまだどんなものかよく分かっていなくて。あくまで正常に動いたのはクエストだけでプレミアは今まで通りだからさ。今のところ手がかりは光る石だけなの。そうなると次のクエストを探し出すのが大変そうだね。問題ねえって。ヒントがやたら出まくるゲームより楽しめるじゃねえか。光る石か。まずはそれに関連してそうな言い伝えなんかを調べてみるのが鉄板だな。よし、その本当のクエってのをクリアしてあげようぜ。賛成。もしかしたらプレミアちゃんがどこの誰なのかわかるかもしれないよね。キャラ的に酒場の看板娘って線はなさそうね。意外と優秀な女性衛兵長とか。このアイングラウンドのお姫様だったり。うん、こうやって予想を立てながら話を進めていくのって楽しいわよね。進めよ、プレミアちゃんのクエストを。あ、攻略開始だ。In Ordnung, beginnen wir endlich richtig mit Primias Quest. Wir sollten uns umsehen, vielleicht finden wir heraus, wie wir diese Quest auslösen. Alter, ey, boah, wieder so viel Dialog. Manchmal wünsche ich mir echt, dass irgendwie die Gruppe nicht so groß ist. Also irgendwie, keine Ahnung, es sind mir viel zu viele Menschen. Und eine Sache muss ich auf jeden Fall machen. Finde ich echt nervig, den Schild. Und, oh, bitte keine Dialoge, Alter. Ich will auch mal spielen. Please. Ich werde es gleich erfahren. Oh. Eine neue Nachricht. Also nicht die Event. Forsche weiter nach Infos zur Primias Quest. Okay. Freunde. Strea. Eine Art Entwicklerproblem, dass das während der aktiven Dummy Quest funktionierte, scheint ein Bug zu sein. Egal, jetzt können wir weitermachen. Abenteuer liegt in der Luft, Primias wahre Quest. Wie aufregend, sie ist bestimmt eine Prinzessin auf der Flucht oder so etwas. Agile, manches ändert sich nie. Die Quest eines mysteriösen NPC verenden, da das ehemalige Angriffsteammitglieder sagen, bin ich nicht überrascht. Hehe. So, den Rest will ich gar nicht lesen. Kann ich hier nicht kaufen? Hallo, okay. Lol. Gegenstandsladen, Waffenschmied, Rüstungsschmied. Lol, ich hätte auch. Okay. Heiltränke. Brauche ich erstmal nicht. Jetzt genau jetzt werde ich die brauchen. Was habe ich denn? Ich kann es gar nicht sehen, okay.
bitte keine 5 Minuten jetzt irgendwie durchgelabern oder vielleicht eine Minute oder so ist okay, aber boah, das ist immer so viel. Ich meine, okay, ich muss nichts sagen, aber es ist halt mega ätzend für mich. Ganz ehrlich, ich gehe jetzt ein bisschen kämpfen, wenn ich es darf. Plaza mit Teleportator. Wisst ihr was? Ich kaufe mir erstmal Ausrüstung. Wenn es schon so tolle Sachen hier gibt, dann. Nee. Reden. Kaufen. Dann kaufe ich mir mal. Hatten wir nicht eigentlich irgendwas wie ein Langschwert oder so? Du bist nutzlos, Lisbeth. Kann ich ins Wasser? Ja! Yeah. Oh, schade. Erstmal ein bisschen so in der Luft rumlaufen. Schade. Naja. Ja, die Kleidung ist nicht schlecht tatsächlich und weiter geht's. Komm schon. Bisschen Spaß. Ändert sich die Musik? Ja, nein, vielleicht? Hallo? あそこにいるのリーファたちだな。なるほど。SAOの第一層はそんな風になってたんだ。私たちは見ることができなかったものね。今回の舞台は浮遊場ではないので、フィールドの端という概念もないんです。その気になればどこまでも歩いていけるね。いや。 みんな揃って散歩か? やっほー!ギルド! 散歩っていうか、 ユイちゃんにSAOの話を聞いていたんだ。 オリジンとSAOのフィールドの違いを説明していました。 SAOにはなかったはずの風景が ここでは広がっているのよね。 この始まりの街も SAOでは 一層の外周に沿う形で配置されていたんだ。街の端まで行くと、その先は断崖絶壁だったんだぜ。宙に浮いていたんだものね。高所恐怖症の人はたまらなかったんじゃない？そりゃ外周部から下を覗けば怖いだろうけど、フィールドに出れば宙にいるなんて実感できない光景が広がっているからな。でも、こうして SAO と違う場所をいくつも見ると、 少しホッとすることもあるよね。それはわかる。ここはデスゲームじゃないって安心する。まさにそれが狙いだったらしいな。どういうこと？このゲームって SAO のデータを移植して使っているだろ。理由は開発期間の短縮らしいけど、でも本当のところは 世間の注目を集めるのが目的だろうってどこのメディアも言っているんだ。注目か。お客さんを集めたかったってことだよね。とはいえ、まんま SAOを作っちゃうと批判が殺到するし、世間への配慮にも欠けている。だから大地を舞台にしたんだ。それだけで批判がなくなるとは思えないけど、 注目を集めるという点では大成功でしょうね。舞台が浮遊場じゃなくても、みんなの注目の的なんだね。ところがどっこい。実のところ SAO の アインクラットも、もともとは大地だったものが空に浮かび上がったという伝説がある。え?そうなの? So, und wie die Geschichte weitergeht, werden wir im nächsten Part dann sehen. Das wird wieder echt eine richtig lange Aufnahmesession. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Snow White. Ciao, Leute.